こんにちは、パズルです。続きをやりましょう。橋を越えたところまで来たんでしたね。台風の目、これがここ、これはここか。これはこれ、青いのを見つければよい。ここは通れない。これあのさ、豆がさ、このブラインドモードをオフだとこれなんですよね。でオンだとあの形も変わるっていう感じなんですよ。形変わった方が分かりやすくないですか。なんか豆の色をこう凝視するよりも形でパッと分かるから、自分はこっちの方が好きかなと思ってこっちで進めようと思います。というか今までパート1のあたりデフォルトでなんかの操作ミスで入れちゃってたんだよね。気づかなかった。もうこういうものだと思ってた。違う違う、本当は全部豆の形をしてるんですよね、こういうので。何がしたいんでしょうか。これをあっちまで持っていきたいよ。これ1個持ってきたいよ。爆弾が3個あるよ。これは今閉じてるってこと？逆だ、今開いてるんだ。赤いのを黄色いのここに乗せると下が、何をすればいいのか。そうか、だからこれをあの左側の植物でこの種を持っていって爆発させたいんだけど、今のままだと雲があれしちゃうからだ。変形させちゃうんだ、実体に。あ、でもならなくない？これ一個だけだったら別に実体にならないはずだよね。だって雲になれないんだもん。だとしたらこれで何がまずいのかという話よな。これでこいつがこうなった時に何がまずいか。持ってこれて爆発して手に入った。あ、ごめんなさい、さらにもう一個いるやんけ。ここに爆弾が必要なんだ。これはここに植物がいて、ここを爆弾が持っていければいい。爆弾の種そのものを左に持っていくには2つの雲を遮るということになるよね。で、植物が上の種を持っていっているときに下の足場を自分も踏めばいいのかなと思ったんだけど、種を持ってってその後実体を持ってって爆発で、なんかいいタイミングでこれを持った自分が同時に乗ったらダメなのかな。いけるよね。で、違うんだな。あ、これ乗せっぱなしでいいのか。別にこれで一発目でしょ。でこうなったらこれを拾う。ん？ああ、種じゃないからだ。これ拾えなくなってない？
こだけ私違うんだよな。あれ、もう一個種じゃないとダメ。あれも種でいいのか。だからあいつも種のままで。あれ？これ拾えないんだよな。植物に拾ってもらえばいいのか。この後でもう一回植物に拾ってもらえないかな。もう足りないか。爆弾がもうないもんね。うん。私が何も持ってなければ別に、じゃあ意味ないんだな。最初に一発使ったのがまずかったのかな。これをあそこの上に乗っかった状態は必要だからね。緑の子が青いのを引っ張ってくるときに、ここにでもな、種を置いたとしても2つ置いてあれば、これそこに2つ置いてあればいいっていうのはあるのか。種が複数置かれている状態が考えられる。置かれている状態って、だって今作ってないといけなかったんだよね。これ下でやった方がいいのかな。下でやってここに持ってくるときに一回踏むから、そのタイミングであそこに種を2つ置いてしまう。こうすると自分が爆弾に戻すのは、あいつが1個食べてるみたいな真っ最中の時じゃないとダメだね。この状態でやると下の雲が、いやまだ大丈夫だね。自分がこれを持ってなんかしないといけないのかな。ここってやっぱり、いや、あ、いいんじゃないか。これであいつがそれを送ってくれるなら別にそのままそうだから、あ、いいんじゃないか。
で、ここに行って、この子が、行く。おー、なんでできたんだろう、結局。結局なぜできたかというと、そこに二つ置くっていう発想だったということだね。面白かった。面白かったな。中心監視施設。パノプティコン。パノプティコンという物体の日本語訳が、まあ、監視施設みたいなもんなんだけど、こいつね。バケツが2。バケツに手を伸ばしているのであれば、こいつがなんで今8マスを表してきてるのかわかんないな。射程距離だもんね。バケツを振ったりしないんだね。あ、でもバケツがいるおかげで視界を遮ってくれるってのはあるな。そうすると自分は下には行ける。バケツの往復を考えると縦が一応良い。そして草生える。次にやりたいのが、ゴールに行くためには爆弾はそこで取れるけど、あいつに取られたらいけないんだな。一発一個あるそこの爆弾の種があいつに取られないように、この子が違うものを食ってる時に、あ、だからバケツに種を運ばせてそこに気を取られてる間に自分が何かやるべきということか。あいつを別の種で食う。緑が2つあるんだよ。この子は種を食ってる間に自分はいけるけど、そのために種が2個あるというのもあり、全然ある。ダメだ。もっとあのバケツ遠くないといけないんだ。間違えました。マイチでか。このタイミングであの子も2個目を食べないといけないの？そうなっちまうのか。あ、バケツにするのは別に一旦後でもいいんだね。なるほどな。足りねえな、なんか。置かなくていいんだ。四角ってなんだっけ？一回押されたらもう押しっぱなしになるやつか。だからあそこ行って帰ってくればいいだけなんだ。問題は、でもさ、こっち側のバケツのペースは合わなくないか？下に置くのがまずくて、上に置いた方が良かったりする？タイミング合わないから、バケツが2人いてよくて、7ターン後に
拾えばいいから、バケツが7ターンずれてるような、1,2,3,4,5,6,7、ここで、なるほど、で下の子が先に食べて、多分7じゃないなこれ、1,2,3,4,5,6,7、 あと一歩足りなかった。早く、だからここでこうかで、あとはあー違う、これ帰りは一歩足りなくなる、一旦というか最初一番奥からでよかったな、だったら。ここにいてくれてよくて、1,2、さっきのターンだと、こういう関係？ちょっと待って、これ渡れるか私。まあいいか、これは下で作ればいいか。1,2,3,4,5,6,7。早いだ。2マス空きだよね。だから。1,2,3,4,5,6,7。なんで？あ、わかるわかる。近いからだよ。そうだった。距離近いやつの方を優先するんだった。だから、もっと近い場所で取らないといけないんだけど、1,2,3,4,5 でしょ？4、いやもしくは5の中で緑を先に食うかもしれないのか。ここで食ったら今手をバッと伸ばしたところになるから、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5。いやでもさ、おかしいんだよな、それをやってても、それをやってても、それをやっててもここの通路通る方法がないんだ。こいつを退治しないといけないのか。そのために草があるのかな。爆弾を実体化しちゃダメでしょ。
意味ないよね。意味ないよね。うん、狙いが分かれば解けそうなんだけど。むしろここに1個置いとくのかな。自分が下に行った時にここに1個置いといて、下の黄色い種よりもこっちの種の方が美味しいと判断するとこっちを先に掴んではくれる。ただその次は下が空いちゃうので、さらになんか次のに遠いやつに手を伸ばしてくれればいいんだよね。こいつが3回食えばよくて、2個とバケツ、最初バケツだもんな。最初バケツの種で、一個いくから、ここに種を置いちゃうのは無理っていうか、ターン的にきついのか。バケツをここで横に移動できるようにしてると、どうなの？なんかある？バケツ越しの種ってこいつ取りに行くんかな？バケツは視界が通らないだけじゃなくて、ビームは無視するから、こいつの視界も通るのかな、バケツって。でもどうなるんだろう、それって。やれるかやれないかで言うとやれるけど、やってみるか。ちょっと意味わかんなくなりそうだよね、それ。やれるか？やれるか？この種食われちゃうわ。僕のビームではなんで変身しないんだろう。クモのやつだとやられるのにね。クモのビームの方が性能が上なの。なんか自分がその今考えてるのは、こいつがこの辺や種に手を伸ばして持ってくるとするときに、そこをバケツが横断しようとしたときに、バケツに種が乗り線にして、こいつが何回もその種を取ろうとするみたいな、なんかこの種にずっと気を取られているみたいな動き方できるかなとか思ってんだけど、ちょっと根拠がない。バケツとそいつどっちが強いのっていうプログラムの問題になるから予想もつかない。なんか解けそうな気はするんだけど、ちょっと一旦やめます。長い湖長くなくね。ロングレイク直訳したけど長くなくね。クモがいます。あそこに爆弾が3個必要。右側に植物がいて、それを食べさせて爆発させてをした場合に、まあ、何が起きるかなのか。あーと待てよ、植物が必要なんだ。ここ爆弾を、爆弾1、ここを壊すには
ここに植物がいないといけないから、植物も持っていかないといけないのね。この雲がいなくなればいろいろはかどるんやが、っていうかあれか、そういうことね。ここをこう持ってこうとするときにこいつが爆弾を生成しちゃうから落ちるんだ。こいつの視界に入らないように種を持っていけないといけないのね。一個ずつ持ってって大丈夫なものがあるから、そのダミーの種を運んでいる際ときに裏で必要なやつをこっちに持ってきて、でそれが終わったらこいつの爆弾でこの子を撃破すればいい。あとはこの物体はどうすればいいかな。なんで雲が必要になるんだろうね。ここで雲がビーム、雲を生成する必要ないと思うんだよな。なんか左からと右からで植物でその引っ張り合いはしたいんだけど、植物が2人いる場合って植物が植物を食うのかね。食わない道理がないよね。食うはずだよな。それは一回見てみたいかもしれん。植物同士が何をしたいか、何ができるか。そっちでも生えるし、こっちでも生えるし、こっちで生やしたやつがこれに気を取られてるときにこっち側の植物が生えて、そいつがあいつを狙うかどうか。狙わない？ああ、それはしないんだ。共食いはしない。あ、そう。あいつが生まれる。こっちも同じ位置で生まれる。向こうに渡したいものがある。だけどそれを渡されると困るので、この子は手を伸ばすんだけど、ピースが足りないんだよな。右側にあるこれを持ってかれてもまた困るし、っていうか今この草が同時に手を伸ばすっていうのが作れんなと思って困ってる。同時むずいよね。一旦なんか余分なものを食ってるタイミングで合わせに行くみたいなことしないといけない。黄色は優先されちゃう。あ、でもいいのか、別に。それはちょっとよくわかんない。今どういう判断だ。これちょうど見えてるからっていうふうに解釈するの？ちょっとでもずれれば大丈夫？それはしゃあないとして、2発目からこの視界が入ってない時だったら、視界入っちゃうな。いや、まあそうだよね。それはやりたいことだと思う。それはやりたい方だと思うんだけど、右側で必要なのが、爆弾3個、植物1匹なんよね。
この植物を破壊するから植物に関しては問題ない。だこの子が爆弾を3個食った後に爆発してくれるだけで良いとすると、爆弾3個を食った後に爆発はここの弾で一発あの子に生物を当てに行くことになるけどな。あの子は生物、近い生物を先に食われると困るから、あの植物の影から自分が爆発できる位置にないといけないから、この植物ってここだと思うんだよね。ここだったらここで作って爆発させることができるから。しかしそうすると雲の手前の手になるのがおかしいんだよね。ここだとここのラインの爆発物が届かないでしょ。それ変なんだよな。でここだったらそのこっから持ってきた爆弾でドーンといけるから、まあ、ここかなって感じがするけどな。だとするとあの子は3個持ってくるのを下の子が手でガードできりゃいいんだけど、問題は下の子はそんなに手を伸ばせないってことね。右側にそんなにないから。で誰か食べたものを別の子が食べるっていうわけでもないからな。そこで雲がなぜ出る、なぜ雲なんだ。なぜ雲が作りたい、雲がいてプラスになることある、池でないんだよな。わからんな。この3個を右側に送りたいです。いやそうなのかどうなんだ。左1個今爆弾余ってるので持ってくの2個でもいいのかな。爆弾を2個持ってってくれればいい。それ以外はダミーをなんかやってくれればいい。このダミーを右に送ってから一旦あの子爆発してもらえばいいのか。いきなり全部やろうとするんじゃないんだ。じゃあまずは準備としてあの子はこの3個のダミーを送るだけで、それが終わったらこれ落ちてる、落ちてないね。一旦あの子は爆発する。そうするとこうなるので、ここでまた植物を産ん でこっちに3回ダミーで渡せるだけの資産を置いといて、そしたらここでまた爆発置いといて、であとタイミングを合わせればいい話なんだが、ここはちょっと遠ければ最初の1ターンぐらいはタイミングうまくあれ、でもちょっと待って、タイミングの話なんだよね。あとは上のやつが、いや下のやつが手を伸ばしているときに上のやつが渡せばいいんだよね。1、2、3、4、5のタイミングで下にいる子は目隠しするように手を伸ばしていればいいから、そんなに時間的に頑張らなくていいのかもしれない。あ？オーマイガー。いや、
ああ、もうちょっと薄い。後でいいやん。え？いや、だって下の子があの手を伸ばしてる時にもう第一陣伸ばさないとダメなんだよ。え、これもうちょっとなんだけどな。もうちょっとなんだけど、なんでできないんだかわかんない。もうちょい。上の子が手を伸ばして真ん中に行くときに下の子が手を伸ばしている状況を作りたいけど、今のだと一歩足りない。かといってこれをずらすと徒歩8から外れる。確かに長い湖。そういうことね。場所的にはこれしかないんだけど、ここからこれが打てないから、ここ行くしかない。そうすると、歩数は足りないんだよな。これも落としたら終わりでしょ。で、しかもずっと、こう1ペースずれてる。もう一手早く下の子が生まれりゃ終わりなんだが、それができないんだよね。下の子が先に生まれるってのもなかったでしょ？雲？あ、雲を食べ？それ何が嬉しいの？ねえ。やっぱ雲作るのおかしいんだよ。形はこれですごいいいんだけど、逆？下の子が手を伸ばす、いや逆なんだって。ちょっとこれだって動かしてみるとわかるけど、おかしいでしょ明らかに。上の子が、いや、ここ置かなければいいのかなって今一瞬思ったんだけど、それもまた意味がないんだよね。置かなかったら確かにもう 1,2,3 でここでいけるけど、食うものがないんだよ今度は。確かにいいんだけど、食うものを、置いとかないといけないけど、置いとくと、ここの魔法は通らないから、なんで、どうしようばいいのこれ。間違ってんの？このフォームが間違ってるということ？下の子が1個目を、く、たら、だって雲にさ、雲を使ってこいつをなんかここからこうやって生やすみたいな感じにするには全然玉足りんし、こういうことだと思ってんだよな。残念、解けない。ダメでしたね。
ダメでしたね。あと1個落としてんだよな。なんでだ。この配置じゃ、無理だよ。明らかにやらせたいことこれなんだよな。右側で爆弾を最初に一回使ってんのが良くないってこと？この資産を送るために。右側にいたやつはそのままいたまんまにして別に破壊する。いやだって、違う違う、資産を取り出すためには破壊が必要なんだって。間違ってないわ。間違ってないな。最初のターンで、このターンで1個持ってけてると楽なんよね。3個あるけど、ダミーを3個送らなくとも、なんか下の子が生まれて右にある爆弾をこっちに持ってきた間に爆弾を1個と爆弾が1個失われる。爆弾を下に落とすが絶対 NG でしょ。すでにあるけど、自分がその範囲に入ると種を置く前に食われるから、ちょっと準備いるのかな。じゃあこれでもまだダメで、黄色をいっぺんに2人が同時に2個運ぶ意味ないよね。1と1だもんな。先頭の子3個送る必要がなくて、こっち側に植物が二人いればよかったのかもしれないのかな。でもそれってなんか、あと破壊につながらんから良くない気がするんだけど、ここに二人いて、なんでや。こういう仕組みだったら確かに大丈夫。この場合だったら、この場合だったら、主人公がいる場所で爆発させればいけるか。この方がいいな、だったら。とすると、右側に送る種は2個でよくて、2個送ったら爆発。
次は爆弾はここにいて、自分はここに2つ用意して、左側がこれとこれ。ああ、でもだいぶあれだね、洗練はされてるね、こっちの方が。なるほど。いや、方向性はやっぱ合ってた。ちょっとした工夫がずれてたね。ああ、面白かった。ギミックはすごくわかりやすいんだけど、自分はちょっと答えの方向性を見誤ってしまったので、おお、40分超えちゃったが。まあでも、よかったね。面白かったね。ここだけ、ちょっとあれですけど、まあ飛ばして、一旦トライしてダメだったところは飛ばしながら、まあ次見ていこうかな。ではお疲れ様でした。